こんばんは。今日も一日お疲れ様です。どうもこんばんは。ちょっとウォーキングに行ってまいりました。いっぱい歩きました。今日もこんばんは。どうも。そう、今日はね歩いたよ。明日は朝から行動したいので早寝早起きを頑張らなきゃと思って、あんまり今日はレッスンあったんですけど、そんなに体を動かしてないので、ちょっと歩いて体をね疲れさせようと思って歩きました。なので今日は10時までには配信を終わって早寝早起きを頑張りたいと思います。早めになるべく。10時までって言ったら絶対10時半とかになっちゃうから、9時50分とかに時計を見るのをちょっと頑張りたいです。こんばんは。そう、絶対に私は延長しちゃうので早め早め行動で頑張りたいと思います。そうだよ、高い目標、本当にそう頑張るよね。あ、お知らせしてくれるの？ありがとう。お裾分けしてください。歩数を。でも今日は全然なんですよ、言ってもそんなにって感じの歩数でした。あ、沖さんのお下がりもらった、いただきました。しかも一番にいただきました。ちょうどリハーサルの合間に、リハの合間にねいただいてもらいました。ちょうどいたんですよ、その前に。だからノーピとソラハさんとユナアナと一番です。4人で一番もらいました。何をもらったか、え、紹介する、紹介しますか。沖さんマーケット、ちょっと待って、じゃあ持ってくる。洗濯機の中に入れて、今日洗濯しようとしちゃってた、明日洗濯しようとしちゃってたから、ちょっと持ってきます。少々お待ちください。止めとこうかな。系統なのか、似てるんですよなっちゃん、遠目から見ると。で今日さ、多分マスクかなんかして、マスクにメガネかなんかして沖さんの服を着てたから、もうどう見ても沖さんで、めっちゃ沖さんだったんよ。そう、いっぱいねレスもらいました、なっちゃんから。なっちゃん、みんな今日のリハ中、なっちゃんの立ち位置の周りに待機してるメンバーがいっぱいいたんですよ。自分の順番くるまでこう座って待機しなきゃいけなくて、でそう、なっちゃんが目の前だからこうやってやったら、なっちゃん歌いながら踊りながらいっぱいレスくれて楽しかった。リコチがめっちゃはしゃいでて可愛かった。いや、なっちゃんが沖さんに見えたっていうか、なっちゃんが今日は沖さんですって言ってた。自分で自己紹介してました。さすがに見間違えてはないけど、もともとね背格好が似てるから、身長とか細さが似てる。そう、沖さんとして今日はねなっちゃんが活動してました。楽しみ、着るのこれ明日着ようかな。じゃん。じゃん。いいよね。でもこれももうさ着ないと、これ着ないともう冬が終わっちゃう。これとこれにしようかな。明日。明日の服。かわ
愛い色味。どうしよう。これは春でも着れそうだから、まだまだ4月でも大丈夫だよね、きっと。かわいい、めっちゃかわいい。楽しみです、とってもとってもとっても着るのが楽しみ。明日気温上がる。嘘。じゃあこの下にヒートテック着てたら上着いらないぐらい。でも明日晴れだもんね。明後日でもいいけどな。どうしようね。でももう3月以内に私服を着る機会っていうのがもう明日ぐらいしか、明日明後日ぐらいしかない気もするんですよ。もう卒コンの時はレッスン着だから、リハーサルとかも明日とかだったら、明日とか明後日のお仕事も私服だっていけるから、明日どうかな。ダウン着なかったらいけるかな。でも見た目がそんな冬っぽくない、この色味が。生地は冬だけど、どうかなね。明日晴れだよね、楽しみ。明日、今日は天気がちょっと曇ってたから楽しみです。明日休みなんですよ、だから私服をね着たい。着ようかな。着たらまた夜配信で見せれると思います。来年まではさすがに待てないから、着れるうちに着なきゃね。今日は風が強かった、めちゃくちゃ。なんかね、レッスン行くときに島村の袋が飛んでました、ずっと道道路をね、こうやって島村の袋が右へ左へ飛ばされてました。そうなの。あ、宣伝なの？宣伝目的だったのあれ。じゃあもう私はまんまと釣られちゃったわけですね。こんばんはね。3月以降ってさ、ニットとかもうしばらく着れない？どうなの？4月ってニットいいんですか？どうなんだろう。バッグも今日メールで送った、昨日ショールームで話したバッグメールで送ったんですけど、見ましたか？もうびっくりなモケモケ具合でした。暴風でした。大丈夫だった？よれ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 、フラフラならなかった？ニットっていつまでいいんだろう。ね、見た？見た？見てくれたの？もうさ、ずっとね、あのバッグを今年の冬使ったんですよ。何ヶ月ぐらい？4ヶ月？5ヶ月？4、5ヶ月ぐらい毎日あのバッグを使ってたのね。そしたら、もうとんでもないぐらいモケモケで、見てほしい。実物見せたいと思います。ちょっと待って、持ってくる。持ってきたい。止めとこう、また。イエイ！あれだけど、もう馴染む。白よりグレーに近くなっちゃって。私が使い込んでるのがお分かりでしょうか。もう本当にこれ気に入ってて、見て、可愛くね、デコレーションしたんです。これはこの前、福岡のフェスの時に楽屋にご自由にお取りくださいって置いてあったゼップのキーホルダーです。ご自由にって書いてあったから、あやぱんと一緒に記念にもらってきました。でこれは可愛いキーホルダー、これはハウステンボスで買ったミッフィーで、もう一個ここにガチャガチャでやったアサミミちゃんっていうウサギのキーホルダーつけてたんですけど、どこかで行方不明になってしまいました。迷子になってしまいました。そうなので、今日はねもう一個見せたやつがあって、
なんとなんとこちら、じゃーん、高崎あやこちゃんのステッカーです。ランダムステッカーのサンプルをいただきました。イエーイ、じゃん、とてもとてもキャーいいです。でもこれは、じゃーん、これはパセリセットでいただいたんですけど、そう、私のやつだけをいただいたんだけど、ランダムなのでパセ押しだからといってパセが出るとは限らないシステムになっております。じゃん、いっぱいいただいたから、お母さんとかにお父さんとかにあげようと思います。私のお母さんはスマホケースに私の写真を挟んでるんですけど、ちょっとなんかね、どこで印刷してきたんだろうってぐらい、ちょっとなんかインクカスカスの写真を挟んでるから、これをステッカーをねあげたいと思いますね。あとアクスタパセリ、アクスタと生写真、生写真もです。開けます、開けちゃいます、オープン、ボン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 、いいよねこれ、これお気に入りです、これかわいいです。ちょっと反射する、どう頑張っても反射する、これ気に入っています。ちょっと今日ボサボサなんですけど、これはかわいいです、とってもかわいいです。そんでこちらも、これはあのアーシャにしてほしいナンバーワンの写真です。アーシャ風写真、じゃーん、ボン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 、あー若干違う、手があるかないかです、でございます。嬉しい、お母さんが欲しがっていたので譲りたいところですが、私もこれ欲しいのでじゃんけんしようと思います。じゃんけんして生写真ドラフトでもしようかなと思います。私の第一希望はこの2つです、この2つ第一希望なので、ちょっとお母さんには譲りたくないんですけど、でも実家にさ自分の漏れてる写真飾ってほしい気持ちもある。難しい、難しいね。え、もう残り10分早くない？もうですか？パセもう早寝早起きできる自信ないわ。こんばんは、こんばんは、また送んなきゃ実家にグッズたち、嬉しい、頑張ってください。頑張れん。みんな何時起きですか？私は何時に起きよう、6時か7時に起きたい気持ち、全然早起きではないかも。みんなからしたらどうですかね、みんなはもっと早いですか？配信しないです、朝配信しないです、夜できるから、夜できるときは朝配信しない。は同じぐらい、だいたいみんな同じぐらい、念じておきます、お願いします、念じてください。お昼起きです、じゃあ私の分も寝てください。5時半、早っ。じゃあ起きてパセンにテレパシーしてください。5時起き早いね、明日水曜日か、
水曜日だね明日は。え、もう幕張の日から1週間経つんですか。早くない？あっという間だわ。みんなはどうかわかんないけど、私はあっという間に感じる。最悪8時に起きても間に合います。わかる、私も最悪8時に起きても間に合う一緒だ。私も、もしもうどうしても眠くて無理やと思ったら8時でもいける。ちょっと頑張ろう。メイク次第、メイクと髪の毛次第です。7時くらい早いね。早いわな、みんな。でも明日はなんか、ここ最近ね天気が悪かったんですよ。天気が悪いっていうのは私の主観で、雨がいい人もいるかもだけど、私は晴れてる方が好きなので、自分的に天気がこう雨とか曇りだと気持ちも下がったり、荷物がね、か、傘とか大変だから晴れてる方がよくって、で明日久々に晴れなので早起きして元を取りたいなって思って行動の予定を立ててるんですけど。え、メイク最速、髪も含めて。髪が一番時間かかる。メイクは頑張った15分です。でもね、いや、メイクどこからの工程かにもよる。顔を洗うところから、顔洗ってで保湿とかするじゃん。で保湿した後すぐメイクするって、しばらく時間を置いてる間になんか他の作業とか、朝ごはん食べたりとかなんかしてってやったら、でも私ねテレビとか見ちゃうからね、どうだろうね。15分、髪含めて30分とか。急いだらね、ゆっくりだったら1時間、もうぐーたらしたら1時間ぐらいです。頑張る。髪がさ、もけもけで湿気で本当に嫌になります、雨って。どんなに綺麗にしていっても帰ってくる頃にはもけもけになります。あれをしようか迷ってる。あのさ、なんだっけあれ、シャンプーハットじゃなくて、なんですっけ、赤ずきんちゃんのおばあちゃんがかぶってる系の、あ、ナイトキャップ、ナイトキャップを検討してる。ずっと、もうここ何年か検討して、いやでもって思ってやめてね。ナイトキャップだってさ、あの見た目。え、55分待ってください、もう寝れる自信ないよ。ナイトキャップのねロングヘアバージョンみたいなやつがあるらしいの。もうここまで、ここでかぶってこの辺まで長さのある、こういうもう筒をかぶってる状態になるやつが今あるらしくて。でもどう、みんな推しメンがそんな姿で寝てたら、なんか可愛くさ、アニメイトさんのコラボみたいな感じでさ、こんな可愛さだったらいいけどさ、これだったら可愛いけど、ナイトキャップかぶってさ、前髪もこうやって入れて、もうゴリゴリに、もう何、終身体制みたいな入ってたらどうです？ちょっと嫌じゃない？いいと思う？本当？買ってみようかな。え、わかる？蒸れそうだよね。ね、そうなんだよね。リスペクトする？本当？絵画見たい？え、絵画？え、何の絵画？そんな絵画ある？なんだ？なんだろう？あ、でもわかるかも。え、わかりますよ。何の絵画かわかった。ノイミーさんのメンバーさんがお話し会でやってたかも、そんなコスプレ。あれかな、横顔のやつ、なんかこういう黄色とかが入ってる
色の。確かになんかそれだったらおしゃれか。ちょっと検討します。明日買いに行こうかな。もう終わる時間じゃないですか。フェルメール、それかも。フェルメール、そうだ、それです。きっと私が言ってるやつ。あっという間だった。延長したい気分だけどさ、ダメですよね。ダメだよね。ダメ、ちゃんと約束守るから。また明日また明日配信します。今日は沖さんの服紹介と私のバッグのモケモケ紹介と、あと何、高崎彩子のグッズ紹介をしました。ちなみに私のバッグの中にはいちごちゃんにもらった龍角散が入ってます。でもあと3粒しかない。あと3粒で終わっちゃいますが、ちゃんとこれも食べてます。ありがとうございます。大事に食べてるから減りが遅いです。キャー、本当にあっという間でした。またゆっくり。ちょっと今月中にさ、マイカー公演をしたかったんだけど、やっぱいろんなさ、公演とかライブとかが控えてるから、なかなか予定が立てれずで、またしばらくできなさそうでございますね。またやるからね。あと僕隊の実況配信もやるからね。アーカイブの2期生のやつよろしくお願いします。それじゃあ今日は約束通り10時に終わりたいと思います。まだセーフだよね。まだ行きますよね。それじゃあ壇上タイムに行きます。行13位陣内さん、12位クワドリさん、11位ワウワウさん、10位シュンさん、9位しんいちさん、8位トニさん、7位カメさん、6位フクちゃん、5位カズノシンさん、4位辻田総さん、3位いっちゃん、2位よしひろさん、1位ゆうたくん。ありがとうございました。皆様コメントもありがとうございます。ギフトもありがとうございました。あと聞いてくれた方も見てくれた方も皆様ありがとうございました。また明日パスはこの服を着ているのかどうか見に来てください。着たいなって思ってるけど、ちょっと気分が変わったらまた今度着ます。楽しみ、着るのワクワクする。飾っとこう、ハンガーにかけて。ありがとうございました。おやすみなさい。またね、バイバイ。